はい、皆さんこんにちは、今日はですね、この文型について勉強したいと思います。動詞辞書形または他形プラス上は B という形です、ね、この上というのはこの、ね、漢字の上という漢字を書いてもいいですよね。ただまあ文型の場合はですね、ひらがなで書く場合が多いと思います。漢字で書いてもいいですね。でこの上を使った文型というのはたくさんありますね。以前勉強したね、あの何々た、たけプラス上でね、その場合はですね、このまあ何々の後でという意味がありますよね。まあ他にもですね、上を使ったね文型はたくさんあるので、区別を気をつけてくださいね。そして今回の場合はですね、あの A 上は B と言って、まあ、A という状況なのだから当然 B だよと、こういうふうに言いたいときですね、使います。この B の部分っていうのは自分のね、自分の決意とか、まあ、責任とかね、まあこう義務ね、責任、まあそれから判断みたいなものが入ります。例えばですね、例文を書いてみましょう。まあ例えばアメリカね、アメリカへ留学する。まあこういう状況です。アメリカへ留学するという状況ですね。留学する上はね、はい、じゃあ自分の決意を後ろにね書きましょうか。決意ね、じゃあ例えばしっかり英語を、まあ、マスターしたいと、マスターしたいと、まあ、こんな風に書くことができますよね。これは自分の決意ですね。しっかり英語をマスターしたいとね、まあこういう時に使います。でこの上はですね、以前まあ勉強した人がいるかもしれませんが、例えばですね、ここからにはとかね、でからには、まあ、それから以上はね、だいこれとね、ほぼ同じ用法ですね。まあ上はの場合はね、ちょっとここは辞書形他形、動詞の辞書形他形ですが、まあからにはとか以上はの場合はね、まあ動詞以外のね、例えばいい形容詞とかな形容詞、名詞なども普通形なら、ね、入ることができます、まあ、今回の上はの場合は、まあ、動詞だけですね。基本的には動詞の辞書形他形です。そして上はこういう形になります。ただ意味としては同じ用法ですから、これはですね、アメリカへ留学する上はしっかり英語をマスターしたい、これ言い換えてアメリカへ留学するからにはしっかり英語をマスターしたい、これも OK ですね。そしてアメリカへ留学する以上はしっかり英語をマスターしたい、これも同じ意味です。 OK ですね。はい、似たような文型、まあ似た形の文型もあるし、似た意味の文型もあるので、この辺ねちゃんと整理して覚えてください。大丈夫ですか？例文。二度とタバコを吸わないと決めた上は、絶対に禁煙を成功させるつもりだ。こうなった上は、もう後には戻れない。一度契約を結んだ上は、責任を持って契約を履行しなければならない。海外へ旅行に行く上は、あらかじめいろいろ調べておく必要がある。会話。保育園の仕事って大変なのかな？もちろん大変よ。子供の命を預かる上は、いい加減な対応は許されないし。確かにそうだね。突然熱を出したり、転んで怪我をしたり。だから責任重大だよ。でも子供たちが笑顔で慕ってくれるのは何より嬉しいことね。